皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、毎日投稿で台本なし編集なしの一発収録でお送りしておりますマクガイバーの小部屋チャンネル。本日のテーマは映画です。ご紹介するその中身なんですけども、前回ですね、こちらのドル三部作 4K ということで、1965年、6年7年あたりですねに上映されました荒野の用心棒、夕日のガンマン、続夕日のガンマンの3作品がですね 4K で日本初一挙上映というイベントが、この3月の22日から始まるということのチラシを使っていろいろお話ししたかなと思うんですが、たくさんの、ね、方に見ていただいてありがとうございます。で、その続きなんですけども、まあ、今回この前売り、いわゆるまあ今のムビチケですか、いわゆる前売り特典なわけですが、そのサイトと、それから、窓口でもなんかいくらか限られてるんですよね。全てのところにあるわけじゃないんですけども、このムビチケね、ムビチケもね、久しぶりに買いましたけどね、どうしてもね、なんかムビチケって馴染みがないんですよね。やっぱり紙の前売り券の、世代ですので、で、これを、まあ、3枚、まあ、3作品ですよね、買うとですね、その特典としまして、こちらドル3部作 4K3 枚購入者限定特典ということで、なんとですね、その当時、作られていた映画のプレスシートの復刻版をもらえるということなんですよね。で、その、まあ、プレスシートってそもそも何なのということをちょっと最初に簡単にね、お伝えしとこうと思うんですが、まあ、いわゆるこれね、本当ペラペラのこの紙1枚なんですよ。まあ、それが2枚折りになったり、対策ほどこう、冊子のようになったりっていうのがあるんですけど、そもそもこれはどういう性格のものかと言いますと、言えば、映画の配給会社が、メディア、ね、例えばテレビ、新聞、そして、あと映画館に対してですね、今度こういうような映画を配給しますんで、よかったらそちらの映画館でかけてくれませんか、もしくはテレビ、新聞等で報道してもらえませんか、というようなことの宣伝のためのものなんですよ。ですから、プレスシートっていうのは、プレスっていうのは報道ですよね。そういう意味でのものなんですね。なので、言えば、このリアルタイム、この当時ね、の人たちがですね、この当時映画館で 見たよっていう人たちが、これを変えていたというもんじゃそもそもないんですよね。だから、そもそも当時も非売品だったもの、その復刻版というのが今回出るということになったんですね。で、一応これ、復刻版ですけど、本物も一応持ってるんで、まあ、まあ、いずれまた、ちょっとしまい込んでるんですいません。本物と復刻版との違いっていうのは確認していこうと思いますけども、大きな違いとしてはね、大きさですね。例えばこれが A4 サイズ、いや、じゃあ B5 サイズね、なってますけど、本当はね、B4 サイズだったと思います。確か。B4 かな ?B4 で、そう、さらにそれが2つ折りだったと思うんですよ。うん。で、他の作品も確かそのはずです。はい。というものなんで、基本的にはサイズ感が違うかなというところかなというところです。はい。というわけでね、まあ、形状で言うと、チラシとポスターの合いの子みたいなものですかね。まあ、もっと言ったら情報量が多ければパンフレットっていうことになるかなと思いますが、非常にプレスシートも、いろいろ持ってるんで、またそのコーナーも作りたいんですけど、魅力的なのは、結局、たくさんある映画の中から、その報道関係なり、まあ、メディア関係なり映画館が、あ、これは面白そうだなと手に取ってもらえるような形にわざとするわけですよね。だからそれが、ちょっとこう、奇抜な何かの形になってるとか、まあそういうようなものを狙ってるので、なかなかね、珍しいというか、そういうのがあるのっていうのがね、楽しい、この宣材なんですよ。宣伝材料ってね、宣材って言いますけどね、なんですよ。まあそのあたりも含めてね、見ていただこうと思うんですが、本日はこの、上映会の第1作目になるのかなと思いますが、荒野の用心棒のプレス見ていこうと思います。まあね、本当にね、こういう特典がつくのは素晴らしく嬉しいですね。
というのは、あの007の 4K 上映の際には残念ながらこういうことはなかったんですよね。あったのはムビチケがあったことと、であとは何が何かついたんでしたっけ、あれポストカードかなんかつきましたかね、あんまり記憶にないんですけど、であとは劇場であのチラシがだから2種類出たのと、パンフレットが出ましたね。今回もパンフレットは多分共通のものが出るんだと思うんですけどね。はい。で、これまず公演の用心棒ということですね。で、ここに書いてますね。見ますか。ムビチケ購入者特典、公演の用心棒、プレスシート、祝冊版になってますね。はい。やっぱ小さくしてるということですからね。で、表面、イーストウッドが来て、ですね。はい。まあ、わかりやすいですよね。というのは何かっていうと、まあ、日本でもそのローハイドで人気はあったわけですが、まだこの時はですね、このリーストウッドの顔っていうのがはっきり何かな、誰だろうっていうような、書き方の写真になってるのもね、またそれも不思議なものでね。さあ、開けるとこんな感じになってます。で、見たんですけど、印刷もね、字が潰れたりしてないんで、非常に、出来がいいんじゃないかなと思います。はい。で、ちょっとね、まず解説のところだけ、もう物語のところはね、やめときますね。そこは言わずにね、見ていただいた方が面白いかもしれませんからね。さて、本家ハリウッドに対抗して、近来、富にヨーロッパで西部劇が作られるようになったが、この荒野の用心棒はそのスケールの大きさ、内容の面白さにおいて、ハリウッド作品をしのぐと言われるイタリア製の本格的西部劇である。この映画は65年初め本国イタリアで公開されると同時に大ヒット、全ヨーロッパからさらにアメリカまで輸出されて、アメリカにまで輸出されて、そこの数年におけるイタリア映画の興行新記録を樹立した。さあ次ですよ、これがね時代ですよ。監督のボブ・ロバートソンは誰だそれっていう話なんですよね。ボブ・ロバートソンでなんですが、なんとこのボブ・ロバートソンこそあのセルジオ・レオーネ監督なんですね。結局その、まあ、イタリア名って言っていいのかな、まあ、その誰だこの人はっていうね、いう状態になってはいけないので、そのアメリカ人のような名前にわざとしてるわけですよね。馴染みがつきやすいようにね、そういうこともあったんですね。例えば同じくマカロニウエスタンの貴公子と言われたジュリアーノ・ジェンマもそうですね。あの人も荒野の1ドル銀貨ではですね、ジュリアーノ・ジェンマじゃなくてモンゴメリー・ウッドですからね。まあそのようなことでわざとしてるわけですね。でまあ人気ですよということと、主役の演じるクリント・イーストウッドはテレビのローハイドですでにおなじみ。まあそうですね。であとはエンニオ・モリコーネさんもね、面白いですよ。音楽は新進のですからね、まだまだこれからですよっていうような書かれ方するわけですね。で、あと物語の舞台はニューメキシコだが、ロケは現地そっくりと言われるスペインの砂漠地帯で行われたということで、ね、あくまでも、アメリカ国外で撮った西部劇ですよということがこれでわかるわけですね。はい。で、あとこのエンニオ・モリコーネさんについての説明書き、それから、このね、有名な映画評論家の双葉十三郎さんですかね、荒野の用心棒を見たままってね、これも、ね、非常に面白かったですね。そしてクリント・イーストウッドの説明ということになるわけですけども、そうですね、ちょっと読んでみましょうか。イーストウッドのところね、今更言うまでもなく、テレビのワイド西部劇ローハイドで副隊長ロディに扮しているおなじみの人気スターですね。この荒野の用心棒ではこれまでの2枚目からガラリと趣を変え、強烈な個性を持った新しい役柄に取り組み、見事監督の期待に応えたとなってますね。1930年生まれですから、現在94歳ですか、この時65年ですから、35歳頃ですね。はい、もう油がのりに乗ってる頃でしょうけどね。で最後なんですね、なお外国映画に出演したのはこれが最初であるということなんですね。なんでそんなことになってるかというとですね、イーストウッドはこのローハイドの、契約上ですね、その国内かな、アメリカ国内で、他の映画に出演しちゃいけませんよっていうね、契約をしてしまってたんですよね。はい。
まあ、いわばそういう契約がある以上ですね、自分としてはどうしたものかなというところをですね、たまたま、これそもそもそのボブ・ロバートソン、セルジオ・レオーネ監督はですね、最初ヘンリー・ホンダに声をかけたんですね。この今回のこの役柄ですよ、ね、ジョーという役、ナナシだったりジョーという名前がつきますけども、ところが、そんな映画には出ないということでヘンリー・ホンダに蹴られ、そして次にチャールズ・ブロンソンにも蹴られ、でもうあと4人5人みんな断られた結果無理だったってなって、回りに回ってイーストウッドにたどり着いたんですよ。さあそれもね、不思議な縁なんですよね。まあちなみにその後ですね、セルジオ・レオーネ監督のこの手腕が認められて、1969年にはヘンリー・フォンダ、チャールズ・ブロンソン、ね、そしてジェイソン・ロバーツ、クレアディア・カルニラー4人共演のあのウェスタンが作られるわけですね。はい。で、ボブ・ロバートソンとなってるわけですけども。ここに書いてますかね。この映画のヒットに協力した彼は、さらに 続編とも言うべき、もっと多くのドルのためにを作り、今や、イタリア映画のドル箱監督となっている。これが、言うところの、わかりますか？夕日のガンマンなんですね。はい。ですから、まあ、このプレスシートが作られた時点、日本公開の時点ではですね、もうすでにセルジオ・レオーネ監督ということでは、もうどんどん有名になってきてるんだけども、まだ名前としては、売り出しは、ボブ・ロバートソンだったという、まあ、そういうことなんですね。はい。まあ、本当にね、もう、いい資料ですよ、これは。私はその、当然、こういう当時物っていうのがね、好きなんですよ。だから本当はその復刻版って言ってもね、いやいや、その当時のものじゃないだろうとかって、それはね、ないと言ったら嘘になりますけど、でもそれよりも当時その人それぞれがどのようにこう紹介されてたのかなとかね、非常に興味があるので、これは本当に嬉しい、こう限定特典でした。うん、ぜひね、007もこういうことをまたやっていただけたらと思いますけどね。はい。というわけで本日はですね、荒野の用心棒ですね、の、この復刻版プレスシートの、についてね、ちょっと触れてみました。まあ、いろいろ喋りたいことは山盛りなんで、まだ全然喋り足りないんですけど、なかなか時間が許さないところがありましてね、次回は夕日のガンマンのプレスシートをご紹介したいと思います。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたら、グッドボタン。またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。